4500の英単語を10分で600個覚える方法について解説していきたいと思います。皆さん、最高の英単語書があるってご存知ですか？一冊で共通テスト対策はもちろん、難関国立難関市内の対策ができる単語帳はないものか、大学受験の難しい単語帳の中で単語の発音がカタカナで書いてあるものはないのかな、どうしても覚えられない英単語を理屈で覚える方法はないのかな、もっと効率よくたくさんの英単語を覚えたい、見た目もかっこよくスマートな英単語帳ってあるのかな。あるんです。それはまさしくストック4500。正直最高です。以前ストック3000を紹介しましたが、今日はその兄貴分であるストック4500を紹介します。以前ね、10分間で600個の英単語を覚える方法という動画を配信した時に、ストック4500もぜひね扱ってほしいという声が多かったので、今日はついにこのストック4500をご紹介したいと思います。ストック4500は共通テストはもちろん、早慶上智宮廷大などの難関大受験生にとっては必須の本と言えます。 GMATCH やね、中堅国公立を受ける人は先にねストック3000の方をやって、余力があればこちらをやるというような形がいいと思います。何よりね、単に大学受験の単語英語の知識だけではなくて、大学合格後も見据えられた英単語のセレクトになっているので、あなたにとって生涯役に立つ単語帳と言えるでしょう。今日はこのストック4500に関して、1、どんな学力層に一番マッチしているのか、2、本書の特徴、3、本書の具体的な勉強法、この3つについてねしっかり解説していきたいと思います。特に2番目のね、本書の特徴っていうのを理解しないと、この教材を最高に使いこなすことがなかなか難しいと思うので、しっかり聞いてほしいと思います。僕自身の経験と僕の予備校の指導経験から、ストック4500の最適な勉強法を鋭く説明していきたいと思います。では早速始めましょう。どんな学力層にマッチしているのか。ストック4500は全くのね英語の初心者だと使いこなすことはちょっと難しいかなっていうのが印象です。偏差値で言えば高1で偏差値60以上、高2で偏差値55以上、高3の50以上はないとなかなかね使うのが難しいかなと思うんですね。その基準に到達してない人や標準レベルのね単語に不安があるという人は、ストック3000も同時並行で学習するといいのかなと思います。本書の特徴についてなんですけども、何よりね関先生が最新入試から反映させた英単語リストの精選が行われていることが最大の特徴と言えるでしょう。基本語1645語に加えて、中国トレンド語310個、最新トレンド語200個も追加されています。どの単語がね実際の入試でどう出るかという観点で3つのパートに分かれている点もとても使い勝手がいいと言えます。次にね、僕がめちゃくちゃいいなと思った特徴について話します。各単語にカタカナの読み方、発音の仕方が載っているという点です。初心者にとってはねとっても取り組みやすい試みですね。僕の推奨する10分間で600個覚える方法という勉強法にもねすごくねマッチした構成になっているなというふうに思っています。さらにね特徴が続きます。記憶しやすくするために関先生による記憶ブースターというものが設置されていて、これも最高です。どうしてもね覚えにくい単語は記憶ブースターを使って理屈で覚えていく非常に効果的な方法です。さらにさらに前置詞の図解が秀逸すぎて笑えます。ストック3000でも施された特徴ではあるんですが、ストック4500でも前置詞を、ね、立体的に捉えることができるので、授業表現も覚えやすくなりますし、読解英作文スピーキングの助けにもなります。さらにね入試に出る最新トレンド語図解、ストック3000に比べて難関大用になっているっていう点も特徴です。至れり尽くせりで本当に最高です。大学受験じゃないんですけど、英検受験者に向けた面接の解説ページもとても分かりやすく、面接で即使えるフレーズがね載ってるんで、これも英検受験者の方はぜひぜひ見てください。最後にね構成としては、英単語、意味、単語によっては関連語がついています。例文、記憶ブースターという構成になっています。最後にね本書の具体的な勉強法について解説していきます。英単語の勉強には準備と暗記というね2つの工程があって、これをごちゃごちゃにするとなかなかね時間かかるんですけど、しっかり分けてね、まず準備に時間をかけて、ね、暗記の行動を移す、ここをしっかり分けるとサク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 覚えていきます。それこそ10分間で600個のペースでバン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 こなしていける形になっていきます。前提として英単語は1単語1秒で覚える、これをぜひ意識してやってほしいと思います。今からね視点を変えて準備パート、暗記パートを実践していきたいなというふうに思います。まず、ね、準備パートからやっていきます。英単語はね知ってる単語を知らない単語に仕分けるという作業が一番大事です。知らない単語には丸をつけてもいいと思います。あるいは蛍光ペンで色をつけてもいいと思います。こうやって知らない単語を見つけていく。同時にですねやってほしいことは、覚えやすい意味を一つ選びましょう。怒るとか座るとか、自分にとって覚えやすい意味を選べばいいので、黒文字
を選んでも別に構いません。まず1個覚えやすい意味を選びましょう。他の単語帳ですと単語がね読み方わからないものあれば Google ので検索してその発音を聞いてね自分でカタカナを振っていくんですが、特徴のところでも言った通りここにしっかりねカタカナ表記が載っていて、しかもアクセントのねところもわかりやすくなっている。なので準備としてはこれで終わりで、この調子でねわからない単語を最低ね600個以上見つけていく、そういう作業をやってください。なぜね一つの意味がいいのかっていう話について少し補足します。英単語帳で英単語の勉強をやるというのは始まりであってゴールではないんですね。一つの単語でも複数の意味がもちろん出てくるし覚えていかなければならない。だけど英単語帳で覚えるには一つの単語一つの意義の方がはるかに効率的なんですね。覚えた一つの意味を派生させて複数の意味に広げていく、こういうのは英作文とか読解の中でねやっていけばいいだけの話で、英単語帳では一つの単語一義にとどめましょう。知らない単語を知っている単語黒文字でもいいと。今からいよいよ実践パート暗記パートになります。暗記パートの原則っていうのはね6つあります。英単語は短期間に大量にやる。今回10分間で600個っていうのを目標にやります。英単語はとにかくね触れる回数を増やす。何度も復習しましょう。英単語は書かない。書くと疲れますし、スペルは徐々にね見慣れてくれば法則性も分かってきますから、声を出すこの勉強法だけで書けるようになってきます。英単語は発音しましょう。耳から入れることで記憶を定着させやすくする。英単語は1単語1秒でやる。英単語は寝る前にやる。今回ね何セットか1日やってもらうんですけども、1つのセットはできれば寝る前にやると効果的です。寝る前にやったことっていうのは記憶に残りやすいというね実証結果が報告されていますし、僕自身の経験もそれは結構正しいかなというふうな実感があります。早速6つの原則に基づいて具体的に僕が実践してみたいなというふうに思います。ではスタート。 Arise 起こる、 Sit 座る、 Seat 座らせる、 Live 生きる、 Reside 住む、 Rest 続く、 Rush 急いでいく、 Roam 歩き回る、 Proceed 進む、 Drift 漂う、 Emerge 現れる、 Disappear 姿を消す、 Fade 色褪せる、 Rotate 回転する、 Taste 味がする、 Deserve 値する、 Contact 連絡を。これを600個どんどんやっていきましょう。1日2セット以上、できれば3セットねやっていただきたい。10分を3セットだったら1日30分ですね。600個の同じ範囲を1週間のうち6日間続けましょう。そうすると大体12回から18回こなすことになりますね。7日目に意味がね即座に言えるか、付属の赤シートで隠してもいいですし、あるいは黒文字もね選んでる人もいるかもしれないので、こうやって隠してね意味が速攻で言えるか、それを1週間のうち1回だけやるんですね。すぐに意味が言えたものはいいんですけども、間違えたりあるいは思い出すのに時間かかったものはダメなものとしてもう1回ね6日間続けて音読していく対象にしてください。それをもう1週間やってもねなかなかね覚えられないなという人は、記憶ブースターを読んで一つ一つのね単語の理屈をしっかり理解して、その上で例文をね例文のまま覚えてしまいましょう。意味がある例文だと単語はすごく覚えやすいです。全ての単語を例文でやるとなかなかね時間がかかると思うので、あくまで僕の10分間で600を覚える方法でブルトーザーのにゴーっとね9割方覚えて、残りの1割もしくは 5% ぐらいはねどうしても覚えられないものができますから、記憶ブースター使って例文と一緒にね覚えていく、こういう方法が非常にいいかなと思います。社内ですね、前置詞が苦手な人は使いのところもしっかり見てね、熟語も載ってますから英単語とね同様の方法でぜひぜひやってみてください。英単語のやり方と一緒といっても英熟語の暗記の仕方わかんない人は動画の方をアップロードしているんで、そちらの方もぜひ見てください。入試に出るね最新トレンド語使い、ここもねしっかり読み込んで、知らない単語とかわからない表現があればそれはまた音読して、ね、覚えていきましょう。ストック4500の勉強法いかがでしたでしょうか。この動画がね良かったよという人は高評価、ご質問ご意見を気軽にコメントください。ご視聴いただきありがとうございました。今この YouTube 校の動画の概要欄を見ていただきますと、そこにね LINE のご登録を促すリンクがあります。でそちらにね登録いただきますと、偏差値が30から60になる勉強法、そして偏差値60から過去問の点数を取っていくための勉強法、そしてご希望であればね TOEIC 700を3ヶ月で獲得する勉強法、これは森田哲也先生の監修も入っているノウハウ集です。ぜひねご興味がある方はご登録の方よろしくお願いいたします。